野村、癒せ。やめるんだ、野村。なんだこいつ。始まりやがった。気をつけ！ガイア。ユジロに匹敵するというからどんな怪物かと思ったら、昨夜張り倒した野郎がガイアだったとはよ。へ、今度はベソかいたって容赦しねえぜ！そう、私は昨夜君が倒した野村ではない。野村の中にあるもう一つの人格、二重人格の裏の顔、私がガイアだ。二重人格。哀れな少年、大地の神ガイアに盾つく愚かさを身をもって教えてやろう。アドレナリンの流れをちょっと操作しているんだ。アドレナリン、副腎髄質ホルモン。苦痛や出血を抑え、心筋の収縮力を高め、血糖値を上げる。エンドルフィン、そっくりじゃねえか。生物の肉体と精神を支配するのは体内に分泌される化学物質。私はそれを自由に操ることで人間を超えた。すなわち私こそが神。どうあがいても神には決して逆らえぬのが道理。さあ、来たまえ。わらばの子だ。語りやがったな。何が神だ。神を欺こうとする不心得者、地に帰りたまえ。人間の潜在能力を引き出すアドレナリン、それを操ることで引き起こされる奇跡をお見せし、人間じゃねえ。私がその気になれば、あらゆるスポーツの記録を塗り替えることもたやすい。驚かねえよ。ハンマユジロと同じ実力ならそれぐらいやるだろう。だからって負けられっかよ。時速80キロで地面に激突したことはあるか。この衝撃は大体7階からの落下に相当する。気をつけ。だが本当に怖いのは地面じゃない。時速80キロで激突すると水という物質がどうなるか知っているかい。コンクリートの硬さに変わるんだよ。
任務完了、撤収。エンドルフィンか。普通が限界を超えた時に分泌され、その高揚感は全ての苦痛を取り除き、通常の肉体をはるかに超えた能力を発揮させる。オーガのせがれ。腕まで作った地中から飛んだ。終わった。拳が当たってから。ちゃんと狙ったじゃねえか。そう。なぜか君の攻撃は私に触れることはない。なぜかわかるか。君の体が君ではなく私に味方してくれているからだ。え、俺の肉体が俺の味方じゃない？手足が意思通りに動くか確認しているのか。当たるまでやってやる。了解か。一体どこまで肉体を苦しめる気だ。自分の体を見直してみたまえ。無数に刻まれた傷跡、不自然に発達させた筋肉、それは君が10年以上もの間己が肉体を苦しめた証だ。強くなりたいというわがままを大義名分によくそこまで痛めつけたものだ。その常人離れした筋肉、スピード、テクニック、それらは本当に君の肉体が望んだものか。休息を求める肉体の声に耳を貸さず、わがままを通し続けて身につけたものだ。耳を澄ましてみたまえ。数十兆の細胞が叫ぶメッセージ、愛のない魂に従うのはもうたくさんだと叫ぶ声に。俺はこの体を苦しめ続けてきただけなのか。私の肉体を見たまえ。必要最小限の筋肉、その力をアドレナリンが引き出している。自然のままの慈愛に満ちた肉体だ。君のように己を痛めつけたことなどない。危機に瀕した時、もう一つの人格が現れ、私はガイアに生まれ変わるのだ。訓練、トレーニング、そんなものを私には必要がない。敵の攻撃を予測し、アドレナリンで筋肉を自在に増強させられるのだからな。君の攻撃は全て君の心が教えてくれていたわけ。お前とこんな男に勝てるわけがない。君の体を解放してあげよう。聞いてる。俺の肉体が解放されたがってるのか。自分の体とはいえ、こいつには苦労させてるよな。すげえ蹴り。俺もいい。あの蹴り食らったら倒れちまおう。俺の体を自由にしてやろう。ガイアに当たった。まさか、初めて見た。体が勝手に反応してる。
何百万回も繰り返した攻撃を体が勝手に。こいつら裏切っちゃいない。俺の心をあんたに屈服した。だが体は拒否したんだ。なるほど、無意識の攻撃か。確かにそれでは闘争心は察知できる。しかし意志を取り戻した今、全ての攻撃が私にはわかる。こうなりゃ予測もくそもねえ。のまま補填着し、衝撃を5等分しやがった。まだ当たった。自然に筋肉発達させたおかげでよ、こんなに元気でいられるぜ。やる気か、あれを。待ってください。このままじゃ俺たちも。またアドレナリンか。キャー。古代インドヨガでは特殊な呼吸法を身につけることにより、常人の数倍の空気を肺に溜めることができる。その空気を丸一日かけて消費するのだ。しかしこの空気を声帯で震わせればそれは兵器となる。きつけだ。失神しないために自分を。愚かな。アドレナリンを操るくらいではオーガには勝てまい。しかし環境すべてを味方につけたらどうかな。草も木も大地も水も風もすべて私に味方してくれたとしたら。ガイアの戦場格闘術、破壊する気だ。完全に滅ぼすには惜しい肉体だが、終わらせねばなるまい。所詮オーガの息子などこの程度だ。なぜ知らん。俺の肉体はよ、おめえのように甘やかしちゃいねえんだよ。なぜだ。騙し討ち。俺ら相手に武器まで使いやがる。確かにあんた戦場じゃ最強かもしれねえ。
教えてやるぜ。肉体を傷つけない慈愛に満ちた攻撃ってやつをな。頸動脈を塞いだのか。